Facebook でまだお友達でいてくださる皆さん、旧暦正月おめでとうございます。明けましておめでとうございます。ちょっとね、今年は私が喪中ということで新年の挨拶を1月1日は控えていましたが、まあ旧暦はいいかなと思って、おばあちゃんにありがとうと思いながら、皆さん改めまして明けましておめでとうございます。誕生日、正月といえばですね、カレンダーです。でカレンダー、ここにカレンダーがあります。これね、2015年のカレンダーです。私がヒマラヤに行った時のですね、覚えてる方いらっしゃるでしょうか。ヒマラヤの旅は素晴らしかった。本当にね、3日間かけてタンボチェという3600メーターの村まで歩いて行って、そこで見た景色、そこで描いた絵でカレンダーを作りました。本当にいい思い出です。たくさんの方が購入してくださったことを今でも感謝しています。で、これあの時から7年経つわけですね。で7年経ってこの物のエネルギー、まあ魂というものはこの7年経つと次の段階に進んでいきます。ですから、この絵たちも次の役割があってもいいのかなと思って、ちょっとね、皆さん持ってらっしゃる終わった年のカレンダーの遊び方を今日は一つ提案してみようと思います。ご存知の通り、私のカレンダーをやって終わった月のものが切り取って使えます。こうやって絵の下の折り目をこうやってきちっと裏表折っていただいて、そして切っていただくとこのカレンダー部分が外れて絵だけになりますね。でこれでブックカバーを作ったり封筒を作ったり、こうやってちょっと丸めてペットボトルに重ねかぶせて、花瓶にしたりということを皆さんやってらっしゃると思うんですけども、こういうね、あのノリパネっていうものが売ってます。でこのノリパネを使ってまた面白い遊びをすることもできるんですよね。で、こうやってまずはね、でそのサイズに、大体のサイズにこのノリパネを切っていきます。カッターを使うときは気をつけてくださいね。こうやってね、このノリパネ切るときのコツはとにかく一気に切ろうとしないこと。スーッと溝に沿って切り込みを入れていくことですね。でこのサイズで、大体の大きさでこの時はいいです。で、こうやって、パネルができます。で、ここに、この糊パネというのは、この一部分だけこのように剥離紙を取って、糊を出すことができます。この糊の部分に、絵を合わせて、こうやってね、最初は一箇所だけこうやって状態で止める。そしてその後に剥離紙をこうやって取っていくと、きれいにのり付けができます。皆さんもね、公民館のお知らせとか家庭内での取っとかなきゃいけないみんなに、標語とか注意書きとかそういうのパネル張りするとき、この方法を覚えておくときれいにできますからね。気泡が入らない、シワにならないです。で、この段階になったら今度は、余計な部分を切っていきます。このはみ出てる部分を切っていきますね。こういう、5番の目が入った定規があるとこういう作業はとってもやりやすいです。ご家庭でもね、1個こういうのがあるとちょっとした時にとっても便利なので、1つ持ってらっしゃってもいいかなと思います。で、こうやって無理に一発で切ろうとしない。はい、で次、そうですね、こっちの直角に合わせてこっちの角を切ってみましょうかね。
少しこの色のついた部分も捨てちゃった方が、捨てて切っちゃった方が綺麗なパネルができます。そのね、こういう貼り込み作業をするときは余分に少し大きめに作って、切り捨てる部分を作るということをやっているとうまくいきます。余白部分ってどんな作業の時も大事なんですよ。人とのお付き合いの時もそう、余白部分を必ず残す。会話の時もそうですね。全てを言ってしまわない、余白部分を残しておく、ね、一日の使い方もそうです。本当に全てをスケジュールで埋めてしまうのではなく、余白部分を残しておく。それだけでね、ずっと仕事の効率って変わるんですよ。はい、余白を生かして切って取っていくんですね。皆さん、今年の2022年のカレンダーはいかがでしたか？今までなく非常にシンプルなね、絵が多かったなと思います。今年は意外とシンプルな年になっていくのかなと私は感じています。このようにカレンダーの絵を使ったパネルが出来上がりました、ね、これだけでもこうしておけば立てかけたり飾ったりしやすいです。これをいつも皆さんにお伝えしているように、こうですね、余った部分で駒を作って、こうやって四隅に貼ってあげると、こういうふうにちょっと、浮いた形で、置けたりとか、壁にかけるときもちょっとこの浮いた感じでかけれたりします。これだけでもう少しですね、品があるというか、作品の立体感が増して、部屋にいいエネルギーが回っていくようになります。ね、で今日はですね、ちょっとまた違うことをやってみたいなと思います。でこうやってこれ取ります。で、ここに置いて、もう直感で、いつものように直感でこれを切っていきます。あ、今日はここだ、こうしたい、今僕はこうしたいんだ、こうするんだ、ね、こんな感じで、こうなんだ。でね、1回目はこうやってちょっと曲線だったり歪んだ線も軽く引けばできます。そしてそこに今度は刃を当てて、溝になじむように力を入れずに撫でる感じ、溝に逆らわない、ね、何回も何回溝に逆らわない。力を入れると違う溝を作ってしまいます。なのでトレース、輪立ちをいくようにですね、うまく輪立ちを生かして、歯を立てましょう。だんだん、ほら、ね、カーブを切れました。はい、じゃあまたこの調子で、今度は次はどうしたいのかな、どうしたいのかな、今度はちゃんとこのパネルの声がだんだん聞こえるように、君はどうされたい、どう切られたい、どうスパッと行かれたい、あ、こうです、こうだ、こう言ってますね、こう言ってます。やっぱりね、切り口は鋭いのがいいですよね。切り口鋭く、切るときはズバッと一発で、そして別れを告げるときは何度も何度も違う理由を言わない、同じこの輪立ちをいくように明確に別れたい理由を繰り返し淡々と伝えてください。
けだ。ね、別れは新しい想像を生みます。こうやって切り分けられていく。今度はこうですって。ね、ここら辺飛ばしてみていいですよ。こう YouTube 動画って倍速再生とかあるんですかね、倍速再生あったらもうちょっとここら辺は倍速再生で見ていただければと思います。そしてまた新たにバラバラにして、皆さんお久しぶりですね。本当に、なかなかオンラインでこうして動画を配信することもしばらくできずにいました、そして、オンサイトで個展会場とかですね、ラッスンを通じて会うこともできていないので、本当にお久しぶりの方がたくさんいると思います。急に YouTube にFacebook に帰ってきたかと思ったら、なんかね、こんなの作って K さんどうしちゃったのと思う人もいるかもしれないですけど、なんかね、今日は旧正月のお祝いに何か皆さんに届けたいと思ってこういうものを作りました、ね、かわいいでしょ。これやっぱり一つ一つメッセージがあるんですね。こうやって切り分けて新しい存在になってくれた時に、この子たちは一個一個メッセージを持っています。これから私はしばらくこの子たちと話しながら今日一日というのを味わっていこうと思うんですけども、これね、こうやって作ったものなんか誰かにあげたい、あげたい、あげたい、あげたいんですけど、まあ、ここまで取りに来るのもね大変だと思うので、もし何か覚えてて、Kさんこれ欲しいっていうのがあったら、今度会う時に言ってください。持っていけたらいいなと思います。Kさん絵描きやめちゃったのかな、出てこないな、どうしてるんだろうと思ってた皆さん、ご覧のように私は今、学校で先生をやっています。今日は授業がない時間なんですけども、きっとね、またこの先も時間見つけて、個展をやったりアートレッスンをしたりする時間できると思います。その時にまたお会いできますことを心より楽しみにしています。それではハッピーロラムーン、Have a nice one year. See you.